習一郎は新たなチームで日々仲間と練習してきた成果を十分に発揮するとともに、大好きな野球ができるこの素晴らしい環境に感謝の心を忘れず、正々堂々プレーします。今年は沖縄県が甲子園初出場してから52年目でついに春夏2つの優勝旗を手にすることができました。これを励みに、次は私たちが点を振るわせ大地を動かすくらいの迫力ある精神を持って、ライバルたちと切磋琢磨し新たな歴史を作り上げていくことを誓います。平成22年9月11日、沖縄県立首里高等学校野球部主将、前平優吾。